宅料理紅宮山にいらっしゃいませ。今回はキレのあるめんつゆ作り作っていきたいと思います。めんつゆ作っていきます。めんつゆをまず作る前にお鍋にザルを乗せて、まず1枚紙、キッチンペーパーですね、これはリード使ってます。それともう1枚、さらにもう1枚、全部で3枚使うようにしてます。これでめんつゆが冷えたらこれでこしていきます。ぎゅうぎゅうこしますんで3枚にしてます。醤油1リットル、この入れ物はまた使えますんでこのまま捨てないで。そしてみりん、もしお湯でしたら500、500でも結構です。このみりんの入れ物も後から使いますんで取っといてください。でその次かつお節、これ 80g 入れていきます。そして、まあ、昆布、そしてこれ沈めます。それから周りに飛んでるお醤油、そしたら火つけます。鍋の底にちょうど火が当たるぐらいで結構です。あまり強火じゃなくてもいいです。少し周りがブクブクいってきました。そしたら沈めます。少しアクが出てきたのでちょっと取ります。完全に沸騰してきました。ボコボコ音もしてきました。手でこういう風にするとアルコール匂いがすると思います。少し弱くして、だいたいこれから2分ぐらいブクブクさせます。あんまり沸騰してくれるようでしたら少し弱くしてください。時々かき回しましょう。こんな感じでブクブクしてます。もう2分経ちましたんでこれで止めます。では先ほど作ったつゆこしていきます。手袋でもビニール袋でもいいです。ギューって絞っていきます。残った鰹節は空入りすればふりかけにもなります。よかったら作ってみてください。この昆布もそのまま食べられます。お茶漬けでも大丈夫です。ではおつゆ移していきます。今日から使えますけど、できれば明日ぐらい、すると馴染んできますので、冷えたら冷蔵庫で保管してください。最後までご視聴誠にありがとうございました。またのご来店心よりお待ちしております。チャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。